ちの系くらいがいいんだよ、今時期。いいじゃん、そうやって持ってくれよ、お前。どう？ラテン系の人みたいになってなんかこんにちは。こんにちは、こんばんは。エムネンボーイのひなみでーす。たくみです。はい、今日はですね、はい、私の持ち込み企画なんですけど。なんでそんなウキウキしてるんですか？ウキウキが止まらないのよ。すごい楽しみにしてた。私、お邪魔状これに大好き芸人なのね。そうだよね、世代だしね。なんか世代で言うと、まあ、結構幅広いから。あ、そうなんだ。お姉ちゃんが私いたから、お姉ちゃんが見てて最初からずっと見てた人なんだよ。で、今年20周年ってこともあって。そんな長いの？そうなんです。あ、でも後輩か。あ、そう、後輩なんだけど。それそれ、うん、いろんなところでね、コラボグッズだったりとか映画もやる予定なんですよ。で、今回どうしても欲しいねグッズを見つけてしまって、開封動画をね撮りたいなと。なるほど。今回私が欲しいやつがこちら、サンリオとおじゃまじゃドレミのコラボのアクリルチャーム。待って、これサンリオとコラボなんだ。そうなんです。7月30日に販売されました。で、それを初日に買ってまいりました。素晴らしい。これね、おじゃまじゃドレミの仲間たちとサンリオキャラクターが一人一キャラクターずつコラボしてて、かわいいのよ。かわいい、確かに。めちゃくちゃかわいいのよ。で、ラインナップが10種類あり、各キャラクター一人一人のやつと全員集合みたいなやつ3種類と。なるほど。計10種類あるんですけど、私がどうしても欲しいやつがあるんですよ。どれですか？それがこの、はなちゃんとコロコロクリリンのやつ。番号で言うと、9番ですね。9番がどうしても欲しいのよ。かわいい。で、あわよくば全部当てようっていう気持ち。ああ、まあそうだよね。10種類。10種類あるから10個。当たったらいいね。当たったらもうすごいよ。そう、中身これちなみに何入ってるか分かんない。わかんないのよ。わかんないのよ。じゃあ早速開けますか。開けましょう。じゃあちょっと俺から、これ。え、なんで？そうなったらひなりが最後になるじゃん。そっか。そう。え、それでいいの？うん、これでいくよ。早っ。これかな。違うか。あ、もうこれにします。あ、早い。記念すべき一つ目開けちゃうよ。いいよ。うわ、ドキドキしてきた。はなちゃんは当てないでほしい。当ててほしいな。でもこれ出なかった時だってへこむもんね。めっちゃ開けんの下手。めっちゃ開けづらい。これはなちゃんの開けづらいもん。開けづらいとはなちゃんとかあるの？なんだろう。1個目、せーの、ドン。あー、愛子ちゃんだ。え、でも結構これも欲しいです。いい、欲しかったやつ。シナモンなんだ。シナモンと愛子ちゃん。てかね、デザインめっちゃ可愛いよ。めっちゃ可愛いでしょ。え、てか思ってたよりでかくてちょっとびっくりしてんだけど、うん、でかいね。うん、可愛い。めっちゃ可愛い。これは、いや、もうこれは全然いい当たり。可愛い。てかめっちゃ可愛い。見て、ハートになってる。ここのチャームのとこさ、ハートになってんの。すごい。で、ちなみにこれいくらなんですか？1個。1個660円です。まあまあ高い。ね、だからマジで大人買いするのすごいドキドキした。だって7000円くらいでしょ。行こう、次行こうか。これ行こうかな。じゃあ、でもとりあえず被んないでほしい。そうね、被った時点でもう全部揃わないっていう。でもまあ10種類あるからすぐすぐ被ることはないと思うけど。よし、行くよ。2つ目、いけ。でけでけでけでん、全員集合。おお、3種類あるんだよね。でもこれ全員集合3種類ぐらいある。こんな感じ。え、めっちゃ可愛くない？可愛い。これ、あ、これはもう全員、本当の全員集合だ。マジ全員集合。マジ全員集合のやつでした。もう一つはおじゃまじゃドレミ全員集合とサンリオキャラクター全員集合があって。あー、なるほど。これはマジ全員集合。かわいい。え、ちなみにどの子が好き？全然わからんけど、一応推し作っといた方がいいよ。全然わかんないけど、あ、もう黄色かな俺。あ、ももこちゃんだ。ももこちゃんですね。ももこちゃんです。私お姉ちゃんと被ってる推しが。ちなみに私の一番好きなキャラクターはおんぶちゃん。1位おんぶちゃん、2位はなちゃん、3位あいこちゃん、4位ももこちゃん、5位ドレミちゃん、6位はずきちゃんぐらいかな。いくよ、3つ目か。3つ目。もう3つ目か。早いね。いくよ。え、ちょっとそろそろ被り始めて。怖いよ、ね、怖いよ。そんなフラグ出せないで。やめよう、やめよう。いくよ、せーの、ポン。おー、 おじゃまじょ全員集合。うん、かわいくない？かわいい。さっきのが順調だわ。マジ全員集合。これはおじゃまじょ全員集合。かわいい。もういいよ、順調順調。ちなみにどれが一番嫌かな。嫌だも一番嫌く。嫌だも決めといた方がいいよ。マジョリカかな、やっぱ。いや、俺これが一番嫌じゃん。うん、マジョリカだよね。逆にいつもキャラクターとして入ってこないから、レア感はちょっとあるけど、ま、でも、この中でどれがあれかって言われたら、やっぱちょっとマジョリカは遠慮してほしいみたいなところある。いくよ。もうすぐ折り返したもんね。折り返したもんね、やばい。ディギ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 ディン。おー、あ、推しじゃん。あ、ももこちゃん。2番。かわいい、推し。どう？どこら辺がかわいい？やっぱり前髪のこのツンツン声。あー。やっぱこれ魚がさばけそう。え、そこ？そう。短さじゃなくて魚がさばけそうな感じがいいなって。そう、いいなって。なるほどね。ちなみにこれがどういう話だか分かってる？あ、なんかひねりに聞いたもん、ちょっとだけ。魔女はね、捕まっちゃうんですよ、この世の中ね、魔女は捕まっちゃうんですけど、魔女になりたいんです、この子は。ピンクの子は魔女になろうと思って、魔女だって魔女に言ったら変なやつにされちゃったと。ちょっとやばいよ、それで変なやつにされちゃって、で、それでお前はこれを頑張ったら元の姿で戻してやるって言われて頑張ってる今。え、後で聞いてみ、マジで意味わかんないから。そんなんだったよね。日本語が今ちょっとよくわかんない感じになってる。それで主語が今ね、足りてなかった。主人公はピンクの子だよ。分かってるよ。ピンクの子が魔法使いに、まあ、されちゃったわけよ、いろいろね。それ言えないんだけど、ちょっとYouTube では
言えないんだけど、許されちゃって、うわーってなってる時に、いやでもお前これ頑張ったら元の姿で戻してやるよって言われて、今頑張ってる。ドレミちゃんは変な感じになってるの今。そう、元もっと違ったの。元ドレミちゃんはこの顔ではないと。そう。なるほどね。え、じゃあ他の人たちは？みんな同じ。みんなこの感じにされちゃって。あの地方にも同じやつがいるらしいみたいになって。なるほどね。全然違うわ。初期段階で。5個目これから。5個目いきます。はい。うわ、早っ。ドレミちゃんじゃん。主人公。あ、変えられた姿だ、これ。これ変えられた姿。え、元はどういう感じだったの？元はこっちだよ。この変えられた姿。違うよ、それ三流じゃん。え、順調じゃん。結構被ってなさすぎない？そうそう。え、でもね、花ちゃんがね。そっか、出てないの。出てないの。半分来たのかも。何？花ちゃんが出てない。花ちゃんと、え、音符ちゃんも出てないよ。花ちゃんと音符ちゃんと、マジョリカと、葉月ちゃんと、三流全員集合。三流全員集合ね。ここで一個被ったら、推し二人が出ない可能性が出てくる。そうなんだよ。推し二人出しといてほしい、とりあえず。せーの。ピン。あ、マジョリカ。あー。やばいやばい。まあ、でも一個目だからまだ。でも可愛いよ、これあげる。いらないな。嘘。ちょっともうお願いお願い、そろそろ花ちゃんが一回出てほしい。いきます、7個目ストン。あ、全員か。え、でも待って、揃ってる。え、待って、めっちゃ不安。めっちゃ怖い。いけるいける。え、でも被ってないじゃん。え、被ってないんだけど、星がまだ二人とも出てないの。え、なんかその、被ってない喜びと、戦ってる。戦ってる。え、でもすごくない？すごい。え、これ被んないことあるの？いや、ないでしょ。何個目だっけ？ 8 個目だもん。そろそろ被るよね、しかも。いやだ、ほんとやだ。いやー、待って、花ちゃん、一回花ちゃん出よう。これ花ちゃん出なかった時、すごい悲しいよ。マジ悲しい。なんだってさ。でも、結構買ったんだよ。悲しいよ。花ちゃんとコロコロクリームはダメだろうってみんな思ってる。多分、ずるいだろうって思ってる。あ、そうなんだ。せーの。ドン。あーかわいい。めっちゃかわいくない？めっちゃかわいい。やばいやばいやばい。めっちゃかわいい。これはかわいいわ。え、めっちゃかわいくない？しかもさ、透明なのよくない？うん。よかったじゃん。めっちゃ嬉しい。てか待って、被ってなさすぎるな。安心だ、もうこれ。かわいい。最強。え、しかも被ってない。え、あと何残ってんの？葉月ちゃんと音符ちゃんだ。次、願わくば。いくよ。音符ちゃん。いきます。せーの、ドゥッ。ドゥッ。あ、ごめん、ひなちゃん。ひなちゃん、これ、これ、違った。これ、すみません。嘘！開けてない今だ。出してない。開いてるけど、出してない。いやだろ、そんなに。まだと思った、マジで。いや、これ2個はない。保存版いらないもんだって。あ、びっくりした。ここに来てね。びっくりした、ほんとに。こいつが暴れだしたから。待って、いつ撮ったの？さっき普通に、あ、そうなんだ、とか言って、こうやって見てて。ひなちゃんはこっち開け始めた。でも可愛いよ、これあげる。いらないな。嘘。うわー、ずるいずるい。ちょっと待ってよ。何そのサプライズ。びっくりした？びっくりしたよ。あ、びっくりしたー。いくよ。本当のやつね。9個目は。こちら。おー、すごい。はずきちゃん、待って、すごすぎない？全然被ってないね。全然被ってないっていうか、マジで今10分の9全部違うんだよ。これさ、そういうやつなんじゃないの？違う？え、どういうこと？これどういう風に買ったの？10個まとめて買った。まとめて買ったらあれなんじゃない？え、全部一緒のやつ入ってんじゃん。え、嘘？わかんないけど。いや、わかんないよ。そういうこと？でもだってこんな被んないことなくない？でもさ、ひなちゃんがこうやってなんかいっぱいあるとこから取ったわけじゃないでしょ？違う、10個欲しいですって言って10個。あ、じゃあ多分それ全部これ入ってるよ。嘘。これ開けたら。それわかるよね。この説明。なんか俺5個目くらいからそっかなと思ってたもん。え、じゃあ何この今まで。企画倒れじゃん。ドキドキしてる、この感じ。ね、え、ちょ、待って待って、まだわかんないじゃん。ここに来て、セカンドマジョリカが来る可能性もない。3つ入ってるかもしれない、マジョリカ。いや、なんでよ。よし。で、これが、音符ちゃんだったら、もうそれだね。説立証。まとめ返したら、全部入ってるパターンっていう。来ますよ。いいよ。違った方がなんか私的には嬉しいけどね。でも、音符ちゃん出てないから、音符ちゃん出てほしいっていう気持ちもある。そうね。音符ちゃんだもんね。行きますね。じゅん。あー、そうだ。いや、だから10個買わなきゃよかったね。10種類で10個買ったらそうなるんじゃない？あ、もう全部揃いました。まあいいんだけど、普通に全部揃いました。なんかそしたらさ、運とかじゃなくなっちゃったじゃん。かわいい。かわいい。やっぱりかわいいだけで。よかったね、全部揃って。はい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 。はい、何ですか？実はもう1個あるんですよ。ギューン。何これ？これはですね、キディランドで今販売してる20周年のグッズ、キャラポスコレクション。え、買ったの？これも買いました。あ、さっきのサンリオで買ったやつで、こっちはキディランドで買ったやつ。12種類2枚入ってる。やばい。箱にってことは、今これ4種類しかないの。じゃあ12分の4。そうで、私はこの中の A 音符が欲しいの。めっちゃ可愛くない？可愛いか。この C 音符ももこだな。1個目いきます。もう見えちゃう。ちょっと待って、じゃあ後ろでやるね。ちょっと見ないで。見ないよ。あー、2枚なってるわ。え、ちょっと大丈夫？綺麗に。ちょっと分かった分かった。ポスターだから、ね、分かった分かった。
とりあえず1枚いくね。せーの、こちら。でれん。あー、これは B、はずき。 B、はずき。 B もダメだし、はずきもダメ。いや、ダメじゃないんだ。ごめん、好きなんだけど、推しではない。もうしまわれた。これね、ファンの子がいるから、もちろん、あまり強く言うつもりはない。嫌いとか言わないよね。そう、言わないよ。でも、推しではない、今。ね、じゃあ2個目。ひなちゃん1個出す？いきますよ。いいよ。リン、あー、これ何？もう1個の方の全員。あー、私の推しじゃない方。推し、こっちか。推しがいない方。まあまあまあ、まあまあまあです、これは。いくよ。音符。引いたのはこいつ。ドレン。ドレミちゃんだ。 A だ。でもまあ A だ。 A だ。まあでも A で。 A ドレミです。でも可愛い。これ、これ。可愛い。A のイラストめっちゃ可愛いな。やばい、あと1個になっちゃった。一個か。願ってちゃんと願っている俺は。最後音符ちゃん出たからさ、さっき。こっちも最後音符ちゃんが出るっていうパターンあるよ。全然ある、全然ある。全然あるとか絶対ある、もう。そうなの？うん。もう音符ちゃん A です、これは。確定？うん。いきます。いや、あ、ももこちゃんだ。でもまあいいんじゃない、これ。A だもん。A だ。A だもん。ちももこちゃんはまあ、私の姉の推しなんで。俺の推しでもあるしね。ね。強そう、どう？前髪。前髪、うん、もう今日も絶好調。あー、音符ちゃん出なかったよ。悲しい。はい、ということで今日はおじゃまじょドレミに10周年グッズを当てようの回でございました。いやー、悔しいね、これは。ちょっとね、最後が悔しいで終わってしまった。もう本当のメインのやつはもう前哨戦だったもんね、もはや。一生あって前哨戦ね。出てほしかったな、緑のやついっぱい。いや、マジでびっくりしたもん。一回さ、魂に入ってきた時どんな顔してたんだろう、私。終わったって顔しちゃったもん。いや、別に悪くないよ。悪く言うつもりは全然ない。全然いいんだよ、いいんだよ。1個ぐらいはいいんだけど、2個目からはちょっとツビ。まあでもね、こうやって、なんか久しぶりに子供心に帰ってやるの楽しいね。まだちょっと推しの引きが良かったから、そうね。高めていきたい。推し力が低いね。推し力を高めていきたい。ちょっとだって引退してるもんね、最近はね。そうなんだよね。そこが良くなかったの。うん、多分そこが響いた。これに関しては、理解不足って言えばいいの。そうね。なんて言ってるかもわかんないわ。いや、本当にそうだったのかもわかんない。そう。奇跡かもしれないもん。絶対そうだよ。とりあえずでも良かったね。良かったです。かぶんなくて。うん。はい、ということで、はい、シークレットのグッズその場では開けないくせに家に帰って推しが出なかったら、いや、もう一個買えばよかったわって思う方、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、ハッピーラッキーワッキーシークレットバイバーイ。みんなに届けだよ。バイバーイ。シークレットに引っ張られたわ。言ってない。言ってないか。